suspense, like a hurricane to my heart, to the fire. はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょう。ということで、本日も最強の〇〇シリーズ、そして本日やっていくのはこの選手です。ジャンルカ・ザンブロッタ、めちゃくちゃやばい仕上がりになってます。はい、それでは行きたいと思います。はい、こちらジャンルカ・ザンブロッタですね、この選手いろいろと、付け替えてめちゃくちゃ活躍する最高の、スキル、構成見つけましたので、そちらもお伝えしていければなというふうに思っております。まずはジャンルカ・ザンブロッタのスキルから見ていきたいと思います。はい、ドンと。はい、こんな感じで、タックルスキル1つ、それからエラプトフィード1つつけております。まずこの先行ということで、ロングパススキルとドリブルスキルの発動率が大アップ、せっかくの素晴らしいサイドバックには最高の、発動率アップ系ですね。ロングパスとドリブルスキルっていう、これすごく優秀なサイドバックの特徴になります。これを生かすためにもスキャットドリブル、テクニカルパスカットしかありませんので、しっかりとロングフィードをつけていくっていうのが重要になってくるかなというふうに思います。で、ロングフィードどういったものをつけたらいいかっていうと、もうこれはですね、インスパイアフィードだったりとか、チェインフィードだったりとか、いろいろあると思いますが、まあ、やっぱりですね、一番いいのはエラプトフィードですね。はい、このエラプトフィードをつけることによって、ボールをクリアしたりとか、攻撃時にクロスを上げたりとか、まあ、この両方のパターンで相手のフォワードのスタミナをどんどん削っていって、相手のフォワードの攻撃力をガンガン落としていくことができる。まあ、攻撃は最大の防御っていう言葉がありますけども、このエラプトフィードを使って攻撃でどんどんクロスを上げることで、もう相手の攻撃が全然、無効化していきますので、まあ、このエラプトフィードはもうものすごくおすすめですね。で、この先行のロングパスだけの状態でラプトフィードだけつけて、いろいろ結構な試合数試したんですね。めちゃくちゃ発動します、ザンブロッタ。ザンブロッタやばいです。エラプトフィードの発動率めちゃめちゃ最高ですね。はい、ということで、エラプトフィード持ってる方はもう絶対エラプトフィードがいいと思います。で、エラプトフィードがないよという方はチェインフィードですね。チェインフィードを使っていって、まあ味方全体の攻撃力、まあトラップを上げていって攻撃展開をスムーズにしていくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。あとはまあディメンションフィードもいいかなと思いますが、まあドリブルショーアップですね、あれ。まあ、実際目に見えてわかるわけではないかなっていうところはちょっと、あ、違う。ディメンションフィードは、シュートか。ディメンションフィードは誰が持ってたかな？デコかな？そうですね。シュートですね。ごめんなさい。はい、そう。シュートのショーアップ。このショーアップってのが、どれぐらいかっていうと、まあ、目に見えてちょっとわかりづらいっていうところはあったりして。で、このスーペルマジコレベルになるとね、一定時間、特大アップするんで、これはめちゃめちゃ強いんですよ、スーペルマジコは。なんでスーペルマジコレベルのだったらいいんですけど、やっぱディメンションフィードってなってくると弱くはないですよ。ただまあショーアップ、そのショーアップがどれぐらいなのかっていうところですね。はい、なんでまあここはエラプトフィードがベストですけど、ないんであればチェインフィードだったりディメンションフィードだったりっていうところがいいのかなというふうに思っております。はい、で、もう一つのスキル、ここはですね、おそらく迷われるのはパスカットですね。 S のパスカットを乗せるのか、タックルを乗せるのか、はたまたマークを乗せるのかっていうところだと思います。全部試しました。で、もうぶっちぎりでタックルがいいです。はい、ぶっちぎりです。もう絶対タックル。これはですね、もうこのザンブロッタめちゃくちゃ強いです。正直この3人、デルイピエロ、インザーギ、ザンブロッタ取って、まあ全部強いですよ、全部強いですけど、想像を超えていったのはやっぱザンブロッタですね。まあもちろんデルイピエロ、インザーギは最初から強いの分かってたんで、ただザンブロッタに関しては想像を超えてくれましたね。やはりこのプレイスタイルとステータスぶりが多分ベストマッチしてるんですよね。あとこの特徴が、ベストマッチ、なんだろう、これがサイドバックの最高の形かなって個人的には思ってます。はい、
で、なんでタックルなのかっていうとですね、これパスカットもちろん発動よくしてくれます。ただ、マークもよく発動してくれます。ただですね、サイドバックがもしタックルをしっかりと発動率高く行えて、しかも刈り取り率が高ければ、それだけめちゃめちゃ失点が収まるわけですよ。で、リッピ監督思い出してもらえば、カテナチョですよね。爆発的に守備力上がってるわけですよ。ザンブロッタのこのタックル、驚異的なぐらい刈り取ります。で、サイドバックの刈り取りが驚異的だったら、もうめちゃくちゃ相手の、得点っていうのは抑えられます。で、実はそういう意味で僕、デストロイタックルでもいいのかなと。デストロイタックルでしたっけ？あまりにもちょっと最近使ってなくて忘れちゃいましたけど、要は一人をバコッとスタミナ削っちゃうっていうタックル。まあすごい古い、スキルにはなるんですけど、まあ、最近では、あまり重宝されなくなってるデストロイタックル。あれがですね、ひょっとしたら、まあ、刈り取る分にも、あれ、ダイアップなんですよね。特大じゃなくて。だから、どんどん皆さん使わなくなってるんですけど、カテナチオにおいては、ダイアップでも十分刈り取れるんですよ。しかも、サイドバックが対峙する相手って、やっぱり、常に相手のキープレイヤーになってくる選手なんですよね。そこがガツッと、個人的に切り、なんですか、スタミナ削れる。しかも、シューダウンですからね、あれ。結構、デストロイタックルもありなのかなって見てて思いましたね。まあもちろんブラストタックルは全体のフォワードが中ダウンなんで、もうめちゃめちゃ強いですよ。これめちゃめちゃ強いですけど、もし僕が、なんでしょうか、そのブラストタックルとか、そういうすごいタックルとか持ってなかった場合、いや全然デストロイタックルでも大活躍してくれるなっていうのはすごく試合見てて感じました。で、パスカットもマークも強いですよ。強いですけど、タックルをつけた時の恩恵がやばいです。もうだって取り切ってくれるんで、取り切ってそっからスキャットドリブルで、そっからエラプトフィードですから、もしくはもう取り切ってすぐエラプトフィードですから、もうとにかくザンブロッタやばいです。はい。ということで、まあザンブロッタに関してはいろいろと検証した結果ですね、まあこのエラプトフィードブラストタックルというのがベスト、バランスサイドバックさすがだなということで、バランスよく、スキャットドリブルにパスカットにブラストタックルにエラプトフィードバンバン発動してくれるなっていうのをすごく感じておりますし、発動すればもう刈り取れちゃうっていうところ、リッピ監督にも当てはまってますし、まあこれがベストなんじゃないかなって個人的には思いますね。はい、続いて、遺跡特訓ですね。遺跡特訓もそんな難しくないですね。スキャットドリブル、やっぱりこれがメインになってくるので、ここの発動率を上げてあげたいというところで、S のアンタッチャブル。で、もう一つは何かっていうと、まあ、ここがもう、エラプトフィード、もしくはブラストタックルで、正直、どっちもつけてない状態で検証してても全然発動するんですよ、どっちも。なんで、ここはですね、まあ、より守備的にっていう意味でも、ブラストタックル、守護者を僕は選ぼうかなというふうに思っています。思っているというか、まあ今付け替え作業中なんですよ。付け替え作業中でなかなかうまいことザンブロッドはついてくれないんですけど、まあ正直何もついてなくても強いんで、はい。ただスキャットドリブルに関してやっぱアンタッチャブル1個つけた方が全然発動率は大きく変わってくるなっていうところは感じてます。はい。なんで、アンタッチャブル、ネズミ、もしくはアンタッチャブルと守護者っていう感じでいいんじゃないかなというふうに思っています。エラプトフィードに関しては十分発動してくれますね。はい。で、アクセサリーに関しては、今まだ、この、右のサイドバックっていうところが金のアクセサリーありませんので、まあシンプルにステータスがいいところっていうのと、あとこのドリブルスキルの発動率がショーアップするっていうところ、ディレイ式、キープ意識っていうところで、この、まあバラバラですけども、ざっと選んでる形になります。はい、まあここは僕が欲しかったのはディレイ意識とドリブル意識ですね。あとはそのロングシュート意識とかシュート打ってほしくないので、キープ持っていってっていうところのだけの、意識と、まあ、サブのところをメインで選んでるっていうだけですね。あとはまあパスカットとドリブルとパスタックルっていう、まあ、このジャンルがザンブロッタにおいて、重要になってくるステータスが、しっかり高いものを選んで、まあ、バラバラですけども当てはめてるっていうような状況です。はい、まあ、ここに関しては他にも優秀なアクセサリーはありますので、手持ちの状態を見て、ただ間違っても、何ですかね、エリア内侵入意識だったりシュート意識はない方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、意外とスキャットドリブル連続発動でシュートしてゴールするシーンも何度も見てるんで、ただシュート222なんですよね。で、そのシュートが決まるタイミングってのは大体ゴールキーパーが殺されてる状態ですね。ネドベドのロングキャノンとか、さっき言った、あ、さっき言って、まだこれも言っちゃった。
1個前でお話したインザーギの、ロングキャノンとか、そういうのでキーパーが死んでる状態の時はシュート222でも十分スキャットドリブルで1人で持ち上がってゴールするというシーンもありました。はい、っていう感じですね。はい、ということで、ジャンルがザンブロッタの最強の作り方でした。あくまでも個人的な意見ですので参考程度に聞いていただければなというふうに思います。はい、ということでこちらで、デルピエロ、インザーギ、ザンブロッタ、今回はですね、メンバーシップではなく一般向けでちょっと公開させていただきました。メンバーシップの方にはですね、もっともっとあれですね、なんていうんですか、この3人を置いた、ポジションエディット、それから交代の、どういうふうに交代していくか、ネドベドをどうするんだっていう問題が、今皆さんも考えられていると思いますけども、ああいったところの、僕的な、答えですねっていうのをメンバーシップの方ではお話ししていこうかなというふうに思っております。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。